よし。日本に戻ってきて、隔離も全て終わって、ここからスタートですね、練習も。いよいよですね。いよいよですね。日本での活動も始動ですね。まあ、メキシコではちょっと動いてたけど、もうそんな大して動いてないから。よし、ここから、ちょっと気持ち入れ替えて、頑張っていこうか。よし、頑張りましょう。今日は、いつもスタートするときは、どこで走るかっても決めてんの。あ、そうなんですか。そう。どこなんですか。日本におるときはね。ああ、なるほどです。うん、日本におるときは、ここからスタートっていうのを決めてる。それは、世界の階段。これは亀だけど、有名な。そう、世界の階段。亀だけが、もう、小さい頃から走り抜いてきた。そうそうそう。でも、ここはほんま、ここ走って、だって、もう、学校あっても、絶対に朝は走れって言って、ここずっと走らされてる。いつも朝、絶対走って、で、その後、終わって学校に行くっていう。これが、世界の階段。これが世界の階段。下から撮ろうか。下から行こうか。ほんまこういうことしてたから多分あれやで、体強くなって、はい、体幹とかも自然に強くなったやなっていうのが今最近分かったな。これが世界の階段っすね。そう、これを走り方があんねん。これただ離して登るだけやったらあかんねん。はい、これ一歩一歩ちゃんと確かめて走らないと。俺小さい時はこれ、お味が10往復を走る。それの走り方が、これをまずこっちに重心を乗せる。はい。ここに入れる、こっちに。このままこっちに。こう。こう。こう。これ。じゃあ一回一回こう、しっかり入れていかな。この体勢で。はい。これを行くやん、はい、上まで。で、上からはもう早く降りてくる。はい。ただそれだけシンプルやけど、これを10往復。小さい時はやで。はい。でも今その10往復なんかもうすぐ簡単にできるんだ。もう体が違うから。はい。今俺やってるのが、一番最初スタートした時は30本。30本 ?30。はい。30往復ね。はい。でもそこから体がちょっと慣れてきたら50本。50往復。はい、どうやる。膝の関節の間の何でしたっけ軟骨がすり減って膝痛くなりそうですけど。あ、膝いや痛くないね。膝をこっちに行くときに膝がこの足より出たら痛くなる。ここの、あ、はい、この皿が出たらあかん、ね、出たらこっちの太もものところに体重がかかるから、それじゃ意味がない。はい。だちゃんとこうやろ。ここから見たら分かる。ここから見たら分かる。こうやん。これ。はい。出てないよ。はい。ほら。この体勢どうならなあかんの。これ今どこが一番きついかっていうと。お尻っすか。ここやねん。あー、なるほど。うん。ここのハムあれやろ。はい。ハムとここのお尻のところがもうパンパンになるの。はい。で、こういう体勢にすると、目線をこっちにすると腰痛くなるから。うん。だから見て、こう、この辺して、死んだらだ、この辺して、みんな。この辺して。はい。この辺すると、もう腰痛くなる。だからずっと目線は、ちょっと上に。はい。見えたら、これぐらい。これぐらい。これぐらい。こういう感じで走るんです。はい。危ない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 。もう走ってよ。ちょっと、これから世界の階段登るな。それで走っていく。はい。そう。これ、ほんまに、下半身めっちゃ良くなるから。今こう動くやん。はい。だからボクシングってやっぱりこう、ここで打たなあかんやん。はい。全部こう、踏み込め、パンパンパンって踏み込むやん。はい。今見とってな、このシャドウ。このシャドウな。今これ練習前。ごめん。これ終わったら分かるか、これ足に入るから、もっと安定するんだ。おー。まず折り返しるから、それちょっと見て、その後、よし、一回走って、その後。俺っすか。だからやっぱその体感した方がちゃんとしっかりどんだけきついんかっていうの。じゃあこれ今視聴者の人も見てるやん。はい。だから俺だけやったって、ああ、はい、あ、こんなもんとかじゃない。はい。で一回ちょっとやってどんだけきついのか
マジっすか。そうやで。行くで。簡単やな。いや、めっちゃ辛いっすね。あの映像がシュールすぎて。行って。行って。はい、次はマネージャー行ってください。早いなテンポが。もう俺行くんすか。行けるよ。心の準備？心もいらないの。あんなにもう撮ってたら行ける。はい、ちょっとあの素人やったらどうなるのか。よし、一回ちょっと行って。まず10本行こうか。10本。まずもうすんな。俺が小学校やってたんやから10本は。はい、10本だけ行こう。まずな。で今のボクサーでもあのこういうあの練習メニューを取り入れてもらっても全然いいし。じゃあさっき行け。気合入ってんな。気合は入ってはないですよ。気合入れな、ほんまに気合すんで。今日ほんまに。はい、ちょっと気合入れますよ。大丈夫。気合入れます。気合入れよ。オッケー。いきます。よし。レッツゴー。あかん、そんなあかん。そんなあかん。そんなあかん。もっと落とさなあかんって。もっと。トミック絶対こんな押してないから。もっと。嘘や。ほんまやて。全然こんな押してないって。それであかん。言葉が多い。全然あかん。そんなんも全然ケツにけえへん。もっと落とさなあかんって、ほんまに。もっとって、後ろに転げ落ちますよ。もっと落とさなあかんって、マジで。全然追ってない。早いスピード遅いって。絶対そんなの。死ぬ。遅いって。死ぬってこれ。はい、すぐ。あ、いい感じやな。これ早くやっていいですか。あかん。もっとゆっくり。ラスト2回。ラスト2。よっしゃ。どうすか。どう。あの、ほんときついですこれ。どこがきつい。いやもう、お尻も、もも裏も。でも前に来てないろ。前は来てないですね。ああ、だ前来てなかった。ちゃんとできてる。これほんまにいいね。
下半身動く動いたら足が入るから、はい、下半身が広くなる。あ、キレが、うん、ここで出るから、はい、全然違う。これこっち行ってもこっち行っても安定するやん、はい、ほら全然。でもこのメニューもそうやで、いっぱいあるんです、階段のメニュー。ああ、そうなんですね。他にもこれだけじゃない、これだけもそうやで。あとはこのままバーッ走って出しとか、ああ、あとはこの横とか横でグワー上がっていったりか、なるほど、あとこれも後ろで行ったり、はい、いっぱいあるんですけど今日はこのメニュー。なるほど、亀田家思い出の世界の階段での早朝トレーニングですね。 それが今ので、ちなみにトレーニングの方は今どれぐらいのペースやってるんですか。いや今は、まあ、いやさっき隔離終わって、うん、まあここからまた始動する、まあ、始め再スタート、うん、っていうことですけど、まあここからちょっとずつちょっとずつちょっとずつで、まあ、まだ決まってないから。ああ、なるほど。焦ってやることでもない。なんかスポーツよく言うじゃないですか、1日休んだら、うん、元 そのコンディションに戻すのに2日かかるとか3日かかるとかって、ちょっと正確に覚えてないですけど、まあ、言うじゃないですか。いや全然そんな関係ない、全く関係ない。まあ、亀田智樹はいや俺とかじゃなくて、まあ、日本がどうか進んでるのか分からんけど、例えばもう海外とかって1週間あるやんか、半分トレーニングをきっちりして半分はトレーニングせえへん。せえへんって何もせえへんわけじゃないね、うん、例えば違うことやったりとかイメージトレーニングをしたりとか、そっちの方でやってまた次の方に持っていく、このバランスなんかしっかりして。俺もほんまに今30やんか、はい、毎日昔のメニューずっとやってたって体ほんま持てへん。あ、そんなんで追い込んでオーバーカーなだけだから、そこは体ちゃんと見ながら、うん、やって落としてバーン上げて落としてバーンって上げる、それそんな繰り返しあれば逆に強くなっていく。こんな感じ、今日階段のメニューは良かったです。いや俺は良くないですけど、なんでやったら分かるやって、あ、こんなきつかったってきつかったっす、はい、分かってもらっていいな。あ、そうですね、うん、まあ、はい、次ボクシングの練習とかあるやん、はい、今も一回そういうのも体験してどんなきついんかとかやって、あ、はい、そうですね、ボクシングの練習ちょっと体験してみたいですね。いや、こういうのあれな、ファンとかに一回も限定で1人2人とか決めて、はい、あ、いいと思います。トレーニングを一緒にやらすっていう、うん、ちょっとそれ考えようか。いいと思います。な、はい、まあ、それちょっと募集しても4問以上いいと思います。な、今日はこんな感じで終わります。次回の動画でお会いしましょう。バイ。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録頼むで。